2023年8月25日、ウクライナ国防省情報総局 GUR のユーソフ報道官は、クリミア南部のペレバリノエ村に駐屯するロシア軍の第126沿岸防衛旅団を攻撃したと発表したよ。この件についてウクライナのメディアもロシア軍第126沿岸防衛旅団に対する攻撃では2名が死亡し7名が負傷していて、負傷者はシンフェロポリの病院に搬送されたと報じているな。さて今回はそんなウクライナ軍がクリミア半島に駐留するロシア軍を攻撃した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島では24日にユーソフ報道官が GUR は海軍と協力してクリミア半島に対する特別作戦を実施し、GUR の特殊部隊がクリミア半島に上陸し目的を達成したとして上で、まだ作戦は継続中なので詳細は明かせないが敵に損害が発生しているとも発表していたが、ペレバリノエ村はクリミア南部の内陸にあるため上陸部隊による攻撃ではなく、ドローンやミサイルによる攻撃が実施されたと見られているよ。これに対して、ロシア国防省は25日に、ウクライナ軍がクリミア半島のワレガ軍に42機のドローンによって攻撃を仕掛けてきたが、現地に展開していた防空ミサイル部隊によってそのうちの9機を撃墜したほか、残る33機については電子戦によって制御を奪うことに成功したため、すべてのドローンが目標に到達することなく墜落したと発表したんだ。この攻撃については未確認ながら、第126沿岸防衛旅団の弾薬庫にドローンが命中して大爆発が発生して数十人が死傷し、同旅団の装備も深刻な被害を受けたとする情報もあり、それを報じたメディアではロシア当局はペレバリノエ村で発生した爆発について、弾薬の廃棄処分のため爆破を実施したとしてごまかそうとしていると指摘しているぜ。クリミア半島では、23日から24日にかけてウクライナ国防省情報総局 GUR の特殊部隊によるとみられる攻撃が相次いでいて、先に書いたように特殊部隊が上陸してロシア軍と交戦するなどの他に、タルカン空と岬のオレネフカ村付近にあるロシア軍施設に対して、23日に7回の爆発音があったことが報告されており、ロシア軍がオデーサ攻撃に使用している地対艦地対地ミサイル K300P バスチオン P と、低空及び超低空域の目標を検出して追尾しながら S300 や S400 などの地対空ミサイルに、目標データを提供する高性能レーダー 48A6KH などが破壊されたとの情報があり、マリウポリ市長の顧問であるアンドリュシチェンコ氏もクリミア半島に配備されていたバスチオンが破壊されたとしているね。このタルカン空と岬はクリミア半島の西で黒海に突出した形になっていて、その突端にあるオレネフカ村の近郊にロシア軍は、ウクライナの港湾都市オデーサなどがある黒海西部全域に睨みを利かせるべく強力なミサイル基地を構築していたのであるが、GUR はこの基地のすべてのミサイルと人員を全滅させたとの見解を示し、この攻撃はロシアの防空システムにとって停滞打撃を与え、クリミア半島における今後の展開に深刻な影響を与えるだろうと指摘したよ。さて、6月初旬に始まったとされ2ヶ月半が経過したウクライナ軍の反転攻勢作戦の目的は、現在ロシアに占領されているウクライナ南部のザポリージャ州やドネツク州においてアゾフ海まで約 80km 前進して撃とうし、その上でロシアとクリミア半島をつなぐ陸の回廊と呼ばれる補給ルートを遮断し、クリミア半島に展開しているロシア軍への補給を断って孤立させ兵糧攻めにすることにあるんだ。クリミア半島を孤立化させることによって、そこに駐留するロシア軍を弱体化させて追い込むことによって、クリミア半島の奪還と解放に向けて有利な条件を整えられることになり、ウクライナのオレクシー・レズニコウ国防相が理想としているように戦わずしてクリミアを解放することが可能となるってわけ。そのためには、クリミア半島にあるロシア軍の基地や駐屯地を事実上封鎖することが必要であり、そのためには同半島に配備されている防空システムの無力化と、同半島の南西にあるロシア海軍黒海艦隊の司令部があるセバストポリ軍港を封鎖するか、同港に停泊しているロシア海軍艦艇を行動不能にすることが重要だな。
クリミアにあるロシア軍基地へのウクライナ軍の攻撃はここに来てかなりエスカレートしており、海上では大量の爆発物が積み込まれた水上ドローンが、セバストポリ港内に侵入してロシア海軍艦艇を襲撃し、空からはドローンやイギリスから供与されている空中発射型の長距離巡航空対地ミサイルストームシャドウや、旧ソ連製の対空ミサイルである S-200 などによって、空軍基地や兵站施設の他に橋なども目標として攻撃を加えているぜ。この S-200 は1960年代に旧ソ連によって開発された古くて巨大な地対空ミサイルシステムであり、重量8トンの 5V28 ブースト滑空ロケットに搭載されていた目標捜索装置シーカーを、ウクライナが独自に地上攻撃用の短距離弾道攻撃ミサイルグロムニフリム2のものに、積み替えたのではないかと見られているね。巨大な 5V28 にはシーカーを変更、あるいは追加が可能なスペースが十分にあり、シーカーを追加してもさらに爆薬を数百キログラム単位で増量することも可能であると言われていて、その上で400キロメートル以上の射程距離を確保できるだけのロケット推進力を持っているとされ、一説には射程距離は600キロメートルとの情報もあり、それが事実であるとするならばロシア国内のかなり奥深くまで攻撃することが可能なんだ。実際に7月28日、ウクライナとの国境から 30km ほどのロシア南部ロストフ州タガンログにある、ウクライナへの空爆拠点になっているロシア空軍基地が 5V28 による攻撃を受けたり、その3週間前には、ウクライナ国境から約 180km 以上も離れたロシア南部ブリャンスク州にある工業地帯が 5V28 によって爆破されたりしているな。このウクライナによる攻撃に対してロシア側はこれまで複数の 5V28 を撃墜したと主張しており、直近では8月12日にクリミア半島の上空でも撃墜したと発表しているのであるが、これらの主張を裏付けるような動画や画像は公開されておらず、その信憑性は疑わしいとされているぜ。それはこの 5V28 の飛行速度が最高でマッハ4時速約 4900km に達することから、ロシア軍の防空ミサイルシステム S-300 や S-400 をもってしても撃墜することが困難であることからも明らかであり、現在ウクライナ空軍が運用しているアメリカ製のパトリオットミサイルが、マッハ5時速約 6100km 以上で飛行するとされている。ロシア軍のキンジャール極超音速ミサイルの迎撃に成功していることとは対照的だね。このようにクリミア半島のロシア軍基地や関連施設などへの攻撃が激化しているのは、一時はその進軍速度が進まなかったことから作戦失敗が噂され始めていた反転攻勢作戦において、ここに来て進捗が見られるようになったことがあるとの見方が出ているんだ。アゾフ海近くの都市メリトポリに向かう反転攻勢作戦軸に投入されたウクライナ陸軍第47機械化旅団と、空挺軍の第82空中強襲旅団は先日、ザポリージャ州ロボケネを奪還して解放し、第47機械化旅団の兵士がロボケネ中心部にある破壊された学校の屋上にウクライナ国旗を掲げているしな。この3つの旅団が幹線道路 T408 に沿ってメリトポリに到達するには、まだ 80km 以上の道のりがあるが、ここ最近のウクライナ軍にはロシア軍が設置した濃密に地雷がばらまかれた地雷原を苦労して突破した勢いがあるぜ。ロボケネの次の主要な拠点はザポリージャ州南部における交通の要衝トクマクで、ここに構築されているロシア軍陣地を落とせば、メリトポリを経てアゾフ海沿岸まで一気にたどり着くよ。ウクライナ軍によるクリミア半島へのドローンやミサイルによる攻撃は、ウクライナ軍がアゾフ海に近づくにつれてさらにエスカレートすることが予想されているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。